今日はですね、Python やっていきます。まずはですね、Google APIs のページ開いてください。こちらですね、console.developers.google.com こちらを開くと、この画面になりますと。もうすでに作ってるんですけど、一旦これは、新しいプロジェクトを作ります。ここですね、新しいプロジェクトを押してください。でここに、新しいプロジェクトってやるとですね、まあ、プロジェクト名を書いてくださいと書いてるので、ここに、じゃあこちらですね、プロジェクト名をまず、書きます。Python テストと言いますかね。はい、Python テスト。で、組織はなし。で、作成をします。はい、そうするとですね、プロジェクトが新しく、はい、できました。Python テスト。こちらができると思います。ちょっと時間かかりますかね。はい、できました。で、ここに新しく、Python テストができているので、はい、これを選択してください。ですね。まだ何も設定しないので、ここから設定をしていきます。2つ API を追加、有効にする必要があるので、まず1つ目がこのドライブ API というのをですね、Google ドライブ API というのを追加します。はい。ドライブっていうふうにここに打つと、そうですね、出てきます。まずこれを有効にします。はい、こちら Google ドライブの API を有効にします。で、こちらですね、有効にしたらですね、はい。今、こちら、Google ドライブ API が有効にされました。で、この状態で、この認証情報作成を押してください。そうするとですね、はい。この画面が出たらですね、まず選択をしてもらって、Google ドライブ API、こちらですね、選択してもらって、で、Web サーバー、Node.js、Tomcat、これを選択していただいて、アプリケーションデータ、そして、いいえ、使用しません。この4箇所ですね、設定していただいて、必要な情報を認証情報を押してもらって、で、ここはもう何でも大丈夫なんですけど、一旦 Python にしておきますね。で、ロールを選択。ここの、プロジェクトの中の編集者を選択してください。はい。で、ここ、キーのタイプなんですけど、JSON になっていることを確認して、次へを押してください。そうするとですね、JSON ファイルが、インストールされますと。で、閉じるを押してもらって、後でこの、JSON は使いますので、取っておいてください。もう一個。Google Sheets、スプレッドシートがあると思うんで、それを有効にします。シートって打つと、Google Sheet API が出てくるので、こちらも有効にしましょう。はい、有効にします。あとはですね、もうこれで Google APIs の設定は終わりです。じゃあ、ローカル見てもらって、今、G スプレッドっていうフォルダを作っております。この中に、JSON ファイル入れますかね。はい、入れました。で、G スプレッドの中に入っている状態なんですけど、ちょっとこれ長いので、名前を変えたいんですけど、こんな感じで、create.json と短くしました。じゃあ、この G スプレッドを、Visual Studio Code に持ってきます。これ何でもエディターだったらいいんですけど、PyCharm だったり、他にもいろんなエディターあるので、ぜひ使い慣れているエディターを使ってください。今回は、Xcode じゃないや、VS コードですね。VS コードを使っていきます。はい。で、ちょっと見づらいかな。こっちに多分画像が出ちゃってるから。この位置だとダメなのかな。こっちに持ってきますね。拡大化しようか。はい。で、この中で、これですね。クライアント EM、クライアント E メールを使います。で、この Python アット、ここのですね。これを使いたいんですけど、ですね、なんとですね、スプレッドシートにこれを追加することができます。じゃあ、コマンド T、コントロール T で新しく、タブを開いて、ここに、スプレッドシート .new かな。スプレッドシート .new。はい。これで、新しくスプレッドシートを開いてください。はい。じゃあ、今回、無題のスプレッドシートって書いてあるんですけど、ここに、何か名前をつけたいです。Python テストにしますかね。Python テスト。はい。この名前は後で使うので必ず設定してください。で、共有というボタンがあるので、こちらに、さっきのコピーした、おっと、これじゃない。これですね。Python アットから始まってるやつですね。よっ。サービスアカウント名が Python なんで、Python ってなってるんですけど、ここはサービスアカウント名が普通表示されてます。で、これを、ここに貼り付けます。で、送信しましょう。そうすると、今、この Google のスプレッドシートと、これ、この JSON ファイルが紐づいている状態になります。はい。ここからやっていきます。
ちょっとここからややこしくなってくるので、ぜひついてみてください。じゃ次は、ターミナルを開いてください。で次はちょっとターミナルを開きたいんですけど、これですね。ニューターミナルを押してもらって、ここに新しくターミナルができるので、2つ、インストールしてもらいます。pip install gspread ね。で、もう一個打つ pip install で、ous にクライアント。はい、この2つを、インストールしておいてください。お、もうすでに入ってるかな。あ、入って、はい、入りましたね。サクセスフリー。今打ったコマンドは、2個ですね。見づらかったと思うので、もう一回見ると、pip install で gspread。これと pip install os to client この2つを、インストールしました。はい。じゃあ、あとはコードを打っていきます。はい。じゃあ、ちょっと新しくここにファイルを作りますね。ここに、新しく sample.py。名前は何でもいいんですけど、一旦 sample.py を作りました。で、先ほど、インストールした import gspread を in、from、ちょっとコピペしました。これをですね、使っていきます。で、スコープで、次にスコープというので、ですね、こんなに書く必要ないんですけど、4つあった方がいいという記事が1個あったので、今回4つに追加しています。はい、じゃあ次に先ほどあの JSON ファイルがあるので、読み込ませたいと思います。で、さあ、これですね。.from JSON キーファイル。で、先ほど、作ったトゥレッツ .json ですかね。に、こう。はい。これで、ですかね。で、クライアントという変数を作り、先ほどインストールした gspread を使います。gspread を、オーソライズしましょう。で、フレッツ。はい。これで OK かな。で、シートという変数を作り、クライアントの中のオープン。先ほど作った、なんだっけな。Python テストですね。はい。Python テスト。はい、このシート1を使います。シート1というのはここですね。シート1。これでこのページ全部が読み込まれる環境が整ったので、データという変数を作り、シートの中の、get all records。今データ何もないので、データ追加しますかね。ちょっと一旦ちょっと追加しますね。こんな感じで。で、ここだけ最後色つけますかね。はい。こんな感じで、5人の、好きな飲み物が追加されました。じゃあ、ここに、新しい、ゲットデータとして追加されると思うので、次に行きます。もうちょっとこのデータ一回取れてるか確認しますね。多分、プリントで、このデータが取れているかどうか確認できると思うので、この実行ボタンをですね、押してみましょう。お、なんかエラー出てるな。はい、ですね、ここは GS、gspread ですね。で、この Python テストなんですけど、ここ、ですね、ひらがなや日本語が使われてると、カタカナとか使われてると、もう、なんだろうな、エラーが起きてしまうみたいなので、ここは、日本語は使わないでください。ですね、ここも Python テスト、日本語になってるんで、これは、英語にしておきましょう。ちょっとこれは盲点でした。ですね、ここですね。シートイコールクライアントとオープン。ここは Python みたいな感じで全部英語にしてください。そうしないと、取得できませんでした。はい。で、この状態で、じゃあこの
ファイルを実行します。sample.py を実行すると、今このデータが取れてますね。はい。1、名前、田中、リンゴジュース、ラットウィン、はい、加藤さんだって、取れてます。しっかり取れてますね。これちょっと見づらいので、もうちょっと見やすい形にしたいなと思います。ここにインポートで、ですね、pp プリント、というのがありまして、ちょっとこれを使いたいなと思います。はい、失礼しました。from ですね。from。プリティープリントですかね。で、実行すると、ここ、すいません。はい。で、これで、この p プリントを使いたいなと思います。はい。じゃあ、実行しましょう。はい。きれいに取れてますね。はい。続きましてですね、ここから、ちょっと一個ずつ取りたいんですけど、じゃあ、例えばですね、縦の列を取りたいなってときにどうするかっていうとですね、ローバリューで取れますと。バリューズ、あ、出ますね、予測で。で、カッコで、例えばですね、じゃあ3行目にしますかね。3行目を取りたいってなったらどうなるかなんですけど、はい、これでちょっと実行してみますかね。はい、実行。はい、取れてますね。加藤さん、トマトジュースが取れてます。これですね。はい、3行目が取れてますと。じゃあ、続いて、コルですかね。コル。縦の列ですね。縦の列は同じようにですね。例えば、ドット、コル。ジュース。で、じゃあ、3行目、見てみますかね。このローも、これにして、はい、実行。ちょっと時間かかりますね。はい、お、取れてますね。はい。リンゴジュース、トマトジュース、トマト、オレンジ、グレープですね。確認しましょう。トマト、あ、リンゴ、トマト、トマト、トマト2個ありますね。グレープ、オレンジと。はい。しっかり取れてます。じゃあ、もう1個だけやりますね。例えば、1個だけ取りたいなときはどうするかというとですね、ドットセルで、カッコ1、2、みたいな感じで。セル、保存。よいしょ。はい、名前が取れました。ここですね。もうちょっと下の方が良かったですね。じゃあ1じゃなくて3。加藤さん取りますかね。はい、取れてますね、加藤さん。まあ、わかりますよね。こんな感じで、Google スプレッドシートの値が取れます。じゃあ次に、sheet.update cell。例えば2、加藤さんにしようかな。加藤さんのところを、例えば、中条にしたいとか、どうす、そういう、はい。じゃあちょっとこれでやってみますかね。そうすると、どうなるかな？いくかな？変わってるんじゃないか？はい、変わってますね。今、この加藤さんが中条になりました。はい。OK ですね。こんな感じで、簡単にセル自体を変えることができます。もう一個やってみますかね。挿入をしたいですよね。取得じゃなくて、今度は挿入。じゃあどうやってやるかっていうとなんですけど、これについてコメントをしてですね、シートの、追加したい場合ですね、何するかっていうと、インサートローっていうのがあってですね、これを使うと、追加することができます。例えば、ロウ3みたいな形にして、実行してみましょうかね。よいしょ。出てるかな？ちょっと時間かかりましたね。はい。今ですね、2、中条、トマトジュースっていうのを追加されました。はい。すごいですね。これ、自動的に押し出してくれるので、アップデートとは別なインサートというのが表示されてますね。例えばですね、リスト作ってですね、なんでもいいんですけど、インサート、ローみたいな変数を作って、ここに、例えばなんだろうな、3、
課長さんが、ジュースが好きですよっていう情報を追加したい場合ですね、保存して、で、このローをインサートローみたいな形にしたいら、いけるんじゃないかな。ちょっと一旦これ分かりにくいんで、これをコメントして、じゃあ実行してみましょう。こっち見ればいいかな。うい、来ましたね。ちょっと変なとこ書いちゃいましたけど、中条さんがみかんジュース好きだよっていうのが追加されました。なのでですね、自由にここで、追加することもできますよって形ですね。まあこんな感じで、どんどん変えていけば楽しいだろうし、メールアドレスとか追加することもできるし、で、さらにですね、このガス、前の動画でも説明したんですけど、ここのですね、スクリプトエディターで JavaScript も動かすことができるんですね。なので結構いろんな API 使い放題だし、まあローカルの Python でも動くし、もう本当にいろんなアイディア次第で何でもできると思うので、ぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。はい。それではですね、Python で Google スクリプトシートを操るというのを終わりにしたいと思います。でですね、TSFCM では、もうちょっと詳しい Python のやり方だったり、まあ、JavaScript の扱い方、まあ、全般的なもっとより深いところをやっていくので、もし興味があれば、プログラミングの体験会に来てください。はい。それでは、良い一日をお過ごしください。バイバイ。